なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。能力値がカンストしてるモンスターの作り方を教えてくださいということですね。この質問結構多くって今日は作り方をやっていきたいと思います。能力値がカンストしてるモンスター、このゾーマとかですね、能力値がオレンジ色で表示されてると思います。これがカンストしてるっていう証ですね。この作り方、結論から言いますと種を食べまくります。力の種とか素早さの種とかあるじゃないですか。あれを食べまくる。で、敵を倒すと稀にドロップすることがあるんですけども、それではちょっと効率が悪い。集め方があります。集め方はモンスターを逃がしてあげる。自分の牧場にいるモンスターを逃がしてあげる。そうすると種を置いていくんですよね。で、レベルが高いほどたくさん種を置いていってくれます。最大10個かな、最大10個まで上がります。で、まず準備してほしいのが、モンスターです。どんなモンスターでもいいです。 G ランクとか結構簡単に集めれるし、まあ、ダウンロードコンテンツあれば1時間あれば、まあ150体ぐらいは集めれると思います。ということで集めております。21ページから9ページまでか、ここまですべて、今日さっき集めたやつですね。まだレベルが低いのでこれをレベル上げていきます。はい、まあメタキン周回すると、そうだね、メタキンを20体ぐらい倒せばいいと思います。経験値効率を 2.5 倍にして20体ぐらい倒してください。そうすると、レベル90ぐらいになると思いますので、そこまでやっていきましょう。ではメタキン周回いきます。それでは20体倒してきました。おそらく100近くにはなってると思います。なってる。ちょっと上げすぎ上げすぎだわ。ほんと100ぐらいになってる。じゃあ20体じゃなくって15体とか15、6体で良さそうですね。で、こうなりましたらば、モンスターメニュー X ボタンを押して開きます。そうするとまとめてお別れっていうのがありますので、これで全て選んでいってください。もうなんかね、これ何度も何度もやるのめんどくさいので、もうとにかく一番最初にモンスターをもうとにかくたくさん集めること。もう300体とかそれぐらい集めて OK です。そうするともう、やることはないと思うので、100体とかちょっと中途半端な数やってしまうとまたね、この作業をやらなきゃいけないので、まあ、1回で終わるように300体ぐらい、まあ、200体ぐらいでもいいかもしれませんね。とにかく大量に、最初に集めてください。そうすると後々楽になりますのでやってみてください。まあ、ダウンロードコンテンツがないとちょっとね、集めるのがめんどくさいかもしれませんけども、まあ、この最初のね 2,3 時間の手間で後々までね、だいぶ楽になりますので、必ず大量に仲間にしてあげてください。もう少しだな、長い。それでは全てチェック済みました。そうしたらばプラスボタンでお別れです。はい、そうすると種を、こんな感じで置いていきます。ちょっと今回少なめだな。ちょっと少なめですけども、まあまあ、全ての種を、そうだね、300個ずつぐらい集めれば大丈夫だと思います。はい、でこんな感じで種を集めて、あとは、ある程度育てたモンスター、もう全く育ててないやつに使うとちょっと種使いすぎますので、ある程度育てたやつに使ってください。そのある程度っていうのが、スキルを、もう理想的なやつを集め終わった後、その時に、いいと思います。多分全てのスキル、3つのスキルを、理想的なやつにしようとすると配合をね3回ぐらい繰り返すと思うよ。3
3回ぐらい繰り返すとスキルポイントもまあ600、700溜まって、スキルも理想的なやつになると思いますので、そしたらば、種を食べさせていっていいと思います。はい、まあそれぐらいのタイミングが、ベストですかね。うん、まあ、とにかく、あまりバンバン使いすぎないようにすることがコツですかね。それがたくさん作るコツです。もうほんとレベル1の頃から使ってしまうと、もう種がいくつあっても足りないので、まあタイミングはうまいこと測ってください。はい、ということで今日はカンストモンスターの簡単な作り方でした。やり方は牧場のモンスターを離すこと、お別れすることですね。でモンスターの、レベルとかあと能力値によるのかな、種をたくさん落としたりしますので、まあ、とにかくレベルを85前後、まあ、90前後、それぐらいまで上げてから、お別れするようにしてください。はい、最初に300体ぐらい仲間にしておくとだいぶ楽になります。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。